7月11日。あ、ドスコイの誕生日じゃねえか。ドスコイ同い年なんだよ。相手の隙を突く攻撃で逆転。阪神甲子園球場です。ホームの試合だとなんかね、TBS のなんか総集のやつが勝手に流れ出すよね。わからない、わからないです。桑原から。上田浩一って書いてある。で外がホームラン打ったの、ああなんか覚えてる。ホームラン打ったって。やば。第3球を投げた。見送ってボール。次が4球目。投げた。あ。レフト落下点。ここは慎重にボールを取りました。これで2アウト。あ。これは引っ掛けた。ふらふらっと上がった。取りました。試合終了です。バッターは2番。さあさあ。まずは1塁牽制。タッチはセーフ。第9投げた。おお。初球打ちました。ファールグラウンドで取りました。これで2アウト。ランナー1塁変わりません。ほえ。打ちました。キャッチャー落下点に入りました。バックネットの前でボールを掴みました。いいもんね。ゲームだからね。やり直せるからね。桑原がホームラン打ったっていいよ。ちな。ここはしっかり掴みました。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。投げました。マジでセンターが神里かな。セカンドが落下点に入りました。もう音坂掴みました。を使いまくる監督じゃなくなったし。初球を打った糸原交代。ちょっと集中力が切れてる。に入りました。取りました。ドスコイの誕生日だからだ。バッターは2番桑原。今日2度目のバッターボックス。ああ。レフト前に出る。ここは慎重にボールを取りました。いいな、近本とか。これで2アウト。ランナーは1塁変わりません。まずは1塁牽制。1塁タッチセーフ。第9。スプリットはボール。1塁牽制球を送ります。タッチはセーフ。もう1回ここで1塁で牽制球を送ります。藤川再三ランナーを牽制します。よし、落ちてきたところを救いましたが、どうだ、やったー。あ、これ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 、イエーイ。素晴らしい一発にチームメイトも祝福。ベイスターズ見事勝利を収めました。勝った。そうでした。現実よりも1点足りないけど、なかなかね、エラーまでは再現できないっすよ。おしまい。